IBS World News。 番組をご覧の皆様、こんにちは。エグゾプライマルディレクターの平岡です。まずはじめに、3月に開催しました第1回オープンベータテストに多くのエグゾファイターの皆様にご参加いただきました。アンケートや SNS を通じてたくさんのフィードバックをいただいております。今後の開発に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。さて、カプコンショーケースはご覧いただけましたでしょうか。その中で発表しましたが、第2回オープンベータテストの開催が決定しました。詳しい日程や情報は公式サイトをご覧ください。それではここからは番組をご覧の皆様に新情報を紹介します。まずはサベージガントレットという新たなモードです。サベージガントレットは内容が毎週切り替わる特別なミッションに5人で挑み、世界中のファイターとクリアタイムを競うというモードになっています。ディノサバイバルとは違い、出現する恐竜やフィールドが遊ぶたびには変化せず、全世界のプレイヤーが同じ内容のミッションに挑みます。今回は恐竜が出現する位置にあらかじめトリプルスレッドを設置しています。出現してきたらこのようにスカイウェーブのグラビトンケージと合わせて起爆、一網打尽にできました。ミッションは画面上部に表示されている恐竜の討伐なのですが、サベージガントレットでは目標以外の恐竜が出現することが少なくありません。もちろん討伐せずに無視することもできますが、ミッション達成の妨げになる可能性があります。倒すか倒さないかはプレイヤーの作戦次第です。目標を達成したら次のミッションへ。ゲームの流れはディノサバイバルと同じなのですんなり遊べると思います。何やら次のミッションに備えてエグゾスーツを着替えているようですね。なるほど、スナイパーネオ層が離れた位置に多く出現するのでビジラントに着替えたようですね。フレームネオ層も出現するのでクロストロックで動きを止めて集中攻撃のチャンスも作り出せますね。また一列に並んだ恐竜もブレードで足止めしてから倒す作戦のようです。道中では大型恐竜が複数体出現することも。サベージガントレットはエンドコンテンツに相当するモードなので、基本的にはミッションの難易度は高く設定されています。モジュールの強化、組み合わせはもちろん、チームメンバーのスーツ構成などよく考えて挑んでみてください。サベージガントレットをクリアするとこのようにクリアタイムが表示されます。その後自分のクリアタイムがどの程度だったか、ランクによる評価がされます。次はバリアントスーツを紹介します。バリアントスーツはデフォルトのエグゾスーツとは異なる性質の武器を装備しており、戦い方が変化したスーツです。デフォルトのデッドアイはアサルトライフルを装備していますが、デッドアイアルファバーストファイヤーはショットガンとバースト射撃を切り替えられるバトルライフルを装備しています。敵との距離に応じて射撃を切り替えながら戦います。他のバリアントスーツも特別にちょっとだけお見せしますね。ゼファーアルファ、エナジーチャクラム、バラージュアルファ、ロケットホップ、ビジラントアルファ、マークスマン、ロードブロックアルファ、フォートレスキング、村雨アルファ、フロストグレイブ、クリーガーアルファ、チャージショットガン、リッチドクターアルファ、デュアリティビーム、スカイウェーブアルファ、サンダークラップ、ニンバスアルファ、ダブルバレル、バリアントスーツは発売後のタイトルアップデートで遊べるようになります。エグゾプライマルは発売後も定期的にアップデートを行っていきます。シーズンごとに新たなゲームコンテンツを追加していきますのでご期待ください。本日はありがとうございました。それではウォーゲームでお会いしましょう。レッツマッシブ。